早速一つお買い上げいただきたいですね。ありがとうございます。お客様、今日からお礼があります。こちらではですね、熊本県山根村の山根栗を使ったお菓子がたくさん出ていますよということで、ママが見てるのは渋川にかな、渋川に、美味しそうですね、トナモンね。はい、青よだれが出ますか。そうですね。はい、あ、熊本、熊本、よろしいですか。はい、大丈夫ですよ。すいません、お忙しいところ。今日はですね、熊本山江村の山えぐりを使ったお菓子がですね、たくさん出てるということで PR に一緒に来たんですけれども、よろしければ詳しくお話を聞かせてもらってよろしいですか。はい、本日あの熊本県山江村というところの栗を持ってきたんですけど、まあ、もちろん加工している栗もあるんだけど、今が旬ですので生栗もね、利平に銀寄せにつくば、あの一番高価な栗って言われてる利平もまだたくさんありますので、茹でられて食べてみてください。とりあえずうちの名誉は渋川煮です。熊本も食べたことあるから。熊本渋川煮食べたことある。あるある、おいしいわ ね、 ね、 あるよね。いっぱいコマーシャル宣伝してくれてるもんね、今までね。これからも山江戸をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。熊本何個買うつもりにあったね。うん、なんか電卓をしてますけどね。いただいております。はい、はい、じゃあ次々に焼き物を。おお、新聞紙かなんかちょっと塗り合わせまわして。うん、なにじゃじゃん、46493、46000、よろしく、よろしく、4649、よろしくね、くまも。なんかまだしてますね。ダラララ、なんかいっぱいもしてますけども。いやー、あ、なんかすごいね、ちっちゃい電卓を。はい、山江村の山えぐりをよろしく、お願いします。よろしくです。はい、ぜひよろしくお願いします。山江ぐりはですね、昭和52年、昭和天皇にも献上されて全国的にも注目を集めたですね、栗となっておりますよ。ぜひ皆さんね、今が旬の山江栗使ったですね、お菓子食べてみてください。あー、よだれが出てます。あ、この報告のお知らせはこちらのヒントになってますので、皆さん、ダメ、まだダメ、ダメ、お客様が先です。お客様、ぜひですね、手に取られてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では熊本で、お手配やとこちらにね、山井村にも行ってみてほしいんですけれども、こちらでもね、手に入ることができますので、よろしくお願いします。では熊本、その他にもあるので、ちょっとね、覗いて帰ろうかなと思います。はい、お願いします。まっすぐ通りますよ。すいません、よろしくお願いします。よいしょ、こちらまでとさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。では一緒に食べてください。食材を使ったお菓子食べてみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。大きい、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 バイバイ。進撃の巨人、自分で中華とかも作られて美味しく食べられてください。もう食べよるの、いかんよ、くなっていよいよ。
山よ。ウリもいいよ。山よ、もらってますよ。おいしいね。で、他に広告にも載っているこちらの栗きんとんもメインでたくさん提供しておりますので、お客様もう一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。甘さ控えめのかりんとうなので、どこにもないかりんとうです。おいしそう。栗で作られてる、はい、栗を練り込んだかりんとうですね。で、栗が入ってるかりんとうで、命名がくりんとうという名前です。食べて、そんな隠れてもこれで隠れたら終わったるの。バレバレよ、クマも。おいしかった。ゼルリね、おいしそう。ぜひね、今しか食べれないです、栗なのでですね。旬のものですので、今が一番おいしいです。先秋を、ね、先取りしてみてはいかがですか、皆さんね。ぜひ、ね、買ってください、ぜひ。なになに？おいしそうね、おいしそうだけ吸ってみちゃうよね、クマもね。おいしそう、止まらんで。あとで、ここをね。やりました。じゃあ、クマもそろそろ行くばい、クマも。クリラ目線でよかよ。はい、じゃあ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひクリをチェックましてくださいね、皆さん。あ、その他にもですね、ちょっとクリを使ったスイーツがありますので、クマもね、ちょっと見ながら帰りたいと思います。よし、はい、ぜひ皆さんお座りください。ぜひ皆さんね、熊本県のね、食材を使ったスイーツ食べてみてください。はい、あ、友達ありがとう。今日はありがとうございました。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 こちらもよかったらお家で中華屋に作られたり、栗ご飯とか茹でて食べたりするのが一番おいしいです。よかったらお買い求めください。お願いします。あー、クマも栗ご飯だって。よだれが出てくるね。うん、ちょっと夕食前だけんですね。ねえ、はい。山井栗はですね、昭和52年昭和天皇に献上された全国的にも注目を集めてる栗です。びっくりくまモンね。うん、ぜひ皆さんね、今が旬の山江村の栗食べてみてください。はい、じゃあこのですね、山江村の栗をちょっとくまモン、でっかく叩いてますね。でっかく叩いてる、叩けてる、ちゃんとちゃんとでっかく叩けてますか。叩けてないですか。大丈夫ですか。すごいお客さんが多かったんですよね、ここもね。極上の和栗、山江栗ですよ。なんかですね、クマモン何かしてるんですけど大丈夫ですか。こちら山江栗ですね。この栗もありますし、渋皮煮、そして栗のかりんとうだったり、いろいろあります。ぜひ皆さんですね、お立ち寄りいただければと思うんですけれども、クマモン、うん、なんかやってる。なんだろう、これよ。楽
しく。違う。皆さん、バイバイって、バイバイって言ってるんですよ。あー、これね。あ、もう終わっちゃった。ちょっとあんた